こんにちは、高橋です。お元気ですか？おかげさまで私もとっても元気です。今日もお会いできてとっても嬉しいです。1分でもね、お会いできると嬉しいです。さて今日は、自分自身がです。あなた自身が上手くなれると思えてない場合に、どうしたら上手くなるかですね、これ。どうしたらっていうところでちょっとお話ししようかなと思っております。ちょっとだけフレーズ弾きますね。というわけで、有名なスターダストっていうジャズスタンダードの、まあ、バース、イントロでいいのかな、まあ、初めのところですね、本番前というか、のフレーズで、最初はこれ、太田さんですね、ハーブ太田さんっていうね、ウクレレの神様と呼ばれた人がね、この曲弾き始めたんですけど、こういう演奏、僕、中学生の時とかに聞いても、まあ、聞いただけでは全く分かんないし、その動画とかを見ても一切弾けませんでした弾こうとはしたことあるんですけど、全く分かんなくて、まあこういうものは無理なんだって諦めてたんですが、あの大人になってから森先生でやるとですね、森先生教えてくれるんですね。こうやって一個一個譜面も書いて、そしたら弾けるようになりまして、うん、でこの曲に限らず、まあいろんな演奏パターンっていうのはやっぱあるので、だいたいいろんな曲をですね、練習してきて、今、まあ、巷のウクレレの音って聞けばだいたい何やってるか分かるっていう感じに、まあ、なってますので、あんまりもうないですね。びっくりするような、異様なというかね、特殊なというか、何やってるか分からないようなことってあんまないんですけども、もちろんこれからね、そういうの新しく発明すればできるかもしれないですけど、なので今はまあ聞けば、まあ、時間かかるものもあるけど、弾けますよという状態になったのは、これはもう本当に森先生のおかげでね、森先生に教わったからできるようになった。自分では全くできるようにならなかったんですね。じゃあもしね、あなたが今自分では弾けません、これは弾けないよねと思ってるけど、でも弾けるようになりたいって言った時にどう考えるかというと、まあ別に森先生習いましょうとか、僕習ってくださいとかっていう話ではないんで、そういう単純なね自分よければみたいな話じゃなくて、例えば昨日もレッスン、生徒さんとレッスンしていて、ですね、 F コード1弦小指で1フレット1弦の5フレット小指で押さえる F コードっていうのはどうしてもね、綺麗に音が出なくって、中指で3弦を押さえちゃうっていうのがあって、まあ、ああだこうだいろんな話をしたんですけども、結構ね、前は弾けてたと思うんですけど、どっかハマっちゃってできない感じになったんで、まあやり方というかね、いろんな解説の仕方がある。直接的にこの指がこうでとか、その順番にステップ踏んで作っていくっていうのがあるんですけど、まあじゃあこのやり方かなと思って G7 ですね、 G7、この生徒さんは F はこの下から指を揃えて、で G7 は斜めから押さえるっていうのをマスターできてて、これ定着してたんで、じゃあ先に G7 作ってくださいねと。でこの形のまま中指を4弦に移動して、小指を1弦後に押さえてくださいっていう説明をしたら、今度はできたわけですね。うん、まあなんというかですね、その何もないところからこの F と小指1弦後を作り始めると、どうしてもこういう、まあこう極端にやってますけど、こういう手の甲の向きがどうしてもできずに、こうなっちゃって、いくらやってもできなかったんですけど、まあ G7 作ってそのまんまからスタートっていう解説でできたわけですよね。
まあ、他にもですね、よく、まあ、正派のコード、ハイコードの G7 じゃないや、ハイコードの G とかも、まあ、これもね、同じ生徒さんであったり別の方の場合も本当に多いんですが、これが薬指が3弦に当たって音出ないっていう時に、これもコードいきなり作るんじゃなくて、あの手のひら乗せてしまって薬指を4弦、これで3弦出るようにしといて、中指2弦で小指1弦で、最後空いてる人差し指を、3弦にってやると、要はこの手のひらとネックの間が狭くなるので、もう乗せてるんでね、狭いも何もなくてぴったり来てるんで、まあ、そのことによって指の、まあ、使い方をね、たくさん指の関節を曲げて弦に当たらないように形を作るんですが、まあ、これもですね、昨日もですね、昨日の生徒さんもやっぱ前ちょっとできてたんですけど、そのしばらく間が空いたっていうのがあって、その辺の感覚忘れて いきなりコードができない状態だったんですね。でもう一回このステップ踏んでいくとやっぱできるというわけで、まあ途中いろいろあってですね、昔バイクの事故をされたことがあって、まあ、このコの字っていうかね、指の関節がきっちり曲がらないっていうんですよね。この曲げてこのここにつくかどうか、もう隙間なくこれぴったり来てる。右手はできるけど左手はできません、こういう隙間が空きますっていうね話をでされたんで、そのせいかな、そうなると抑えられないんかな。もちろんね、その指がどれだけ曲がるかによって、抑えられるコードとか範囲は変わってくるんで、そうなのかなと思ったんですけど、やり方変えたらできたので、まだその範囲内っていうかね、できた、うん、でこれで生徒さん聞くと、ご本人は自分ではできないと思ってたんじゃないですかっていうね、話を言うと、はい、できないと思っていました、うん、これはそういうできないと思ってると、できない事実を確認するような体は動かし方をしてしまうんで、なかなかこれね、一人でできるようになるの難しいですよね、うん、何でもやっぱこうだと思ってることを証明したがるんですね、人間って。だからできないようにできないようにやってしまうんで、思ってる範囲の中のことをやっぱ何回やってもそうじゃない発想に触れないと、長らくできなかったことが急にできるようになることって結構難しいですね。一人でできるようにしようと思うならば、今までやってきた道筋を全部なぞって、なぞったことを全部記録して、その外にある他にあることを発想するっていうぐらい、これまあちょっとエンジニアリングっぽいんですけど、そういうやり方を取らない限り多分ね、かなり難しいと思うんですね。そういうふうに僕だったらそういうふうにやりますけども、でまあこれが昨日のあの時間で生徒さんができるようになったのは、まあ僕と一緒にまあセッションしてたっていうことで、でこれで僕がこの生徒さんできないと思ったら絶対できないですね、どんな解説をしたって。というかやる気が起きないですからね、時間もったいないなんて早く終われよみたいになっちゃうと、うん、まあそんな講師の方はいないと思いたいですけど、僕は生徒さんできると思って基本的には接しているので、そうやってやっぱ時間かかってもその一曲の中にやっぱ同じコードがこれが3回ぐらい出てくるときに、やっぱそこだけポコポコ言ってると完成度がやっぱそこに置いて落ちてしまうので、もうそこの気持ちよさもね、完成させたいわけですよね。で例えばね、制覇がやっぱり難しいっていうんでなかなかできませんっていう話もあるんですが、これもじゃあ僕が一人ゆがりで本当にできない生徒さんにできるできるって言ってて、時間だけ過ぎていったら、これ本当にねまあ残念すぎますけど、じゃあそういう時ってまあしっかり測定をすればよくて、この例えば第二関節を曲げた制覇でいくと、まあ本当に絶対できないことを証明しようと思えば、この4弦から1弦までの長さと、ここの第二関節、指先から第二関節の長さをしっかり測って、指の方が短ければそれはまあ不可能ですよね、明らかに不可能。まあ指が平べったくなって伸びるとかね、まあ特殊なことは別として、基本的にそうなると不可能ですよね。でもね、4本制覇するタイミングって実はそんなに多くなくて、しかもその時だけは別にやり方変えていいわけだから、
第二関節伸ばして抑えたっていいわけですね。森先生そういう傾向ですよね。で曲げてる時は上3本押さえて他の指で1弦押さえるパターン非常に多いんで、正派だけのパターンってあんま多くないし、その時は別に伸ばしてね、指伸ばしてギターっぽい正派をすればよくて、他の場合どの弦かを他の指で押さえてる場合って4本正派することないですから、1本か2本か3本なんで、人差し指だから4本分の弦の長さ、太さか幅か足りなくても結局はね、やり方で、曲って ほぼ弾けるはずだと僕は思ってます。僕自身が4本抑えられるんで、そのできない気持ちが完全に分かるかって言ったら分からないんですけども、そうだけども、できるようになるとは思っていて、で、実際ですね、手が小さくてやっぱ無理ですって言っていた方、生徒さんも過去動画にもありますけど、絶対無理だと思ってたって言うんだけど、やっぱ一瞬時間をかけていくとできる。できなかった人は僕の経験上はいないですね。で、本当にできない場合は、まあ測定とかいう話ですね。測っていけば、本当諦めなきゃいけないものを無理やりやったら、それはそれでダメなんだけど、まあそういうパターン、今のところないですよね。手が小さいんですっていう人と、じゃあ手合わせましょうって合わせてみたら同じぐらいだったりとか、結構みんな自分ができなくていい言い訳をですね、探せたら楽になるなと思うけど、でも弾きたいっていうね、この板挟みみたいになっているところにおいて、自分はできないよって思ってしまうことはやっぱあると思うんです。僕はもう今ないですね。何でも多分できると思っていて、例えば教わってできないこととかっていうのもあんま非常に少ないけども、もっと上手く弾こうと思って、やっぱ教わった運指じゃない運指をやっぱやったりとか、自分でしたアレンジをもっと楽に弾けることとか探しているわけですが、できるんじゃないかなと思って、結構時間かかっても絶対できるようになると思ってやっているので、まあなんとなく それは見つかるっていうね感じはするんですよね。でそんな感じになってくると、本当にまあ無理だなってなったところは、まあ練習量でカバーするとかっていう世界になりますけども、それって本当最後の手段で、例えば今度の演奏までに間に合わせないといけないところは、まあそういう力技っぽいことやるけども、終わったらやっぱりまた探るっていうね感じであります。そしてやっぱ僕が本当に幸運だったの森先生に出会えたこと、もうほぼこれで決まってしまったようなところがあって、先生はですね、生徒さんができるようにならないなんてことは微塵も考えてないです。絶対できるようになるとここですよね。僕も生徒さん絶対できるようになると思っています。生徒さんができるようになると思ってて、講師ができるようになると思ってたら、これはもうね鬼に金棒ですよね。でもそうは思えない時ってやっぱあるわけで、まあ、僕が先生に会う前は太田さんのプレーなんか絶対できるわけないっていう風になってたけど、やっぱ一緒にやったらできたんで、あ、やっぱできるんだわという形に変わってったわけですよね。ただこれがでも先生がこいつできないよねと思ってたらね、できないですよね。できないできないで、あればそうやろうっていう感じにならない、早く終わんねえかなっていう感じになるんじゃないかなという気がするんですよね。なのでもしあなたがですね、自分が、できるかな、できないかな、できないかもね、でもできるようになりたいなと思った時に、大事なことは、あなたはできると思ってくれる人と接するということが本当に大事だと思いますね。これまあ、演奏だけじゃないと思いますね。あらゆることは仕事とかにおいても。どうせできないよっていう人集まったって、それは、やる気は出ないですよね。できない言い訳をどうやってこう諦めるかっていう方向にやっぱ行っちゃうんで、だけども本当にできないことは物理的にできないとかっていうことであれば、そこは見極めっていうのも必要ですよね。だからそういうあるところ科学的な目もいるし、だけどやっぱ情熱みたいなものが必要で、本当にあなたのことができるようになると思ってない、なんかできるようになると思ってない、可能性を信じてない人と接するのって本当に無駄だと思います。
本当にまだだと思うんで、まあそういう講師の方ってあんまりいないとは思いますけども、もしねその辺がねできると思ってくれてない先生みたいな人であれば、まああんまり可能性は薄いと思いますので、まあそのできると思ってくれる、まあ、仲間とかね、いろんなタイプの方がいると思うんで、そういう人と触れることですね。別に習うとかそうじゃなくて、ただただですね、そういうなんかベクトルの問題ですね。どっち向いてるかっていう、そういう人とやっぱ触れることで乗り移ってきますのでそういうもんですよね、やっぱ、うん、熱量とかね、ベクトルとかっていうのはやっぱ合ってくるっていうかね、息が合ってくるんで、これが真逆であればやっぱ打ち消し合って何も生まれないっていうところがどうしてもやっぱりあると思うので、うん、そうか、まあ先生じゃなくても友達でもね、これ君ならできるよというような人と触れることですね。その人がいなければそこを立ち去るとかね、探すとかっていうのはやっぱいいと思いますね。自分でやっぱできないと思うときは、思い込もうと思ってもやっぱできないこともあるので、あ、そんなんできるっしょと、うん、そういう感じですよね。僕も独立しようと思った時に、まあ、結構外国のフェスとかで弾いていたけども、そういう自分で仕事を作り出すっていうことをやったことはなかったけども、まあ最初にそのブログを書きましょうとかね、メルマガこういうふうに書いたら情報発信できますよとかっていうのを教えてもらった先生に、あ、君ならできるよって言って、またもうこれですよね。そのやったことある人でこの人を見て、あ、できるよっていうのはね、言えるかどうか、なんかこれ温かさ的なものも多分あると思うけど、その力量を見て、まあ、判断できる。で、自分はやったことないからできないわけですよね、うん、なので、そっか、やっぱりね先人というかな、経験者で あったかくて明るくてちゃんと判断できる人に、自分が本当に分かんないときは聞ければいいですからね。そういう人に触れる、探す、で話をする、聞いてみるっていうのはやっぱ一番大事というかね、いいと思いますのでね、はい、参考になりました、幸いです。ありがとうございます、ありがとうございます。またすぐね会いましょう。1分でも会えたら嬉しいです。